平ラノショーを率いるナンバーアンダーラインアイが世界進出紅茶屋ら出演の衝撃背景とは驚愕ナンバーアンダーラインアイがイブ・サンローランからオファーを受けた裏話音楽の世界は常に変動し続け多くのアーティストがその中で自己表現を追求していますしかしそんな中でも特に際立っているのがナンバーアンダーラインアイという新しいアーティストグループです 彼らは日本の音楽シーンを超えて、世界に向けて大きな一歩を踏み出しています。その過程と背景には多くのストーリーがあり、彼らの成功は偶然ではなく、計画と情熱の結果であることが明らかになります。平野翔が中心となるナンバーアンダーライン愛は、ただの音楽グループではありません。彼らは自分たちの音楽を自由に作り、 自分たちが歌いたいものを世界中どこでも歌えるようにするという強い信念を持っています。この信念は彼らがどのようにして世界中で注目を集め、成功を収めているかを理解するための鍵となります。平野翔自身も常に新しい挑戦を求めており、その結果として彼らの音楽は常に進化し続けています。 コーチャイラという世界的に有名な音楽フェスティバルにナンバーアンダーラインアイが出演することになった背景には多くの驚きと興奮がありました特に彼らがキンプリ時代にもこのようなチャンスがあったのではないかという憶測が飛び交いましたジャニーズ時代に世界進出を目指す曲を作りチャンスが来てもそれを断っていたという噂もありますこのような話が浮上するのは 彼らの才能と可能性が当時から認識されていた証拠でもあります。ナンバーアンダーラインアイの紅茶ラ出演は、結成からわずか6ヶ月、デビューから3日後という過去最短の記録です。これは、彼らがどれほど急速に成長し、世界中のファンから支持を受けているかを示しています。ジャニーズ時代にも同様のオファーがあったのではないかという疑問が浮かぶのは自然なことです。実際、 当時のスケジュールの都合や他のプロジェクトの優先度から、海外のフェスティバルの話がキャンセルされることもあったでしょう。それでも、今こうして3人が世界で活躍する夢を叶え、さらに人気者になる姿を見るのは、ファンにとって何よりも嬉しいことです。その一方で、ナンバーアンダーラインアイが少し遠い存在になるのではないかという一瞬の不安もよぎります。しかし、 彼らが作詞した b e o n Your Side の歌詞を思い出すことで、その不安はすぐに消えます。この歌詞には、彼らが常にファンの側にいるというメッセージが込められており、ファンはその気持ちを信じています。また、ナンバーアンダーライン愛がイブ・サン・ローランからもオファーを受けていたという話もあります。キンプリ好きになる前から洋楽を聴いていたファンにとって、これは驚きと喜びをもたらしました。 ウースさんというすごい方がナンバーアンダーラインアイをサポートしていることも彼らの成功に大きく貢献していますもちろんこれだけの成功を収めると妄想リアコ反転アンチが出現することもあるかもしれませんがそれは人気の証でもありますナンバーアンダーラインアイの初の地上派出演であるベノイ101で彼らが韓国のグループとして紹介されていました その時点ではまだコーチェラのオファーは来ていなかったかもしれませんが、その後の彼らの活躍は誰もが知るところとなりました。彼らのコーチェラ出演は、自分の推しを誇りに思う瞬間であり、三人の夢が叶った瞬間です。これからもっと多くの人々に彼らの音楽が届き、さらに大きな人気を博すことでしょう。タッキーこと滝沢秀明さんも、ナンバーアンダーラインアイの成功に大きな影響を与えました。 彼のサポートと指導の下で、3人は自分たちの道を選び、世界で勝負できる日本人アーティストとして日々努力しています。彼らの成功は、単なる偶然ではなく、計画的な戦略と絶え間ない努力の結果です。日本のエンターテインメント業界がこれまでにあの事務所にコントロールされていたという感覚がありますが、今や彼らはその束縛から解放され、 自分たちの才能と努力で新たなチャンスをつかみ取りました。海外ではアーティストの前世などは関係なく、どこのファンも一緒に成長し、アンチを撲滅することができます。ナンバー・アンダーライン愛の成功は、その一例です。彼らの音楽とパフォーマンスは、国境を越えて多くの人々に愛されています。そして、その夢が叶った瞬間を共有できることは、ファンにとっても大きな喜びです。 これからもナンバーアンダーラインアイは、さらに多くの挑戦と成功を収めることでしょう。彼らの音楽が世界中で響き渡り、ますます多くの人々に影響を与えることを楽しみにしています。私たちファンも、彼らを全力で応援し続けることで、その成功を支えていきたいと思います。毎日新しい情報が入ってくる中で、ナンバーアンダーラインアイの成長を追いかけるのは大変ですが、 その価値は十分にありますコーチャイラというフェスティバルがどれほどすごいものかを知るにつれて彼らがそのステージに立つことの意義がますます明確になります一年前には想像もできなかったことが現実となり三人のぶれない思いがついに世界進出の夢に近づきましたバラエティー番組やドラマなどさまざまなプロジェクトに取り組む中で彼らの体力や時間は限られていますしかし 彼らが本当にやりたいことを見つけ、それに全力を注ぐ姿勢はファンにとって非常に感動的です。絶対に正配信を見逃さず、彼らの活躍を見守り続けることを誓います。ナンバーアンダーラインアイの成功は、彼ら自身の努力と才能だけでなく、多くのサポートと協力の結果です。これからも彼らの成長を見守り、応援し続けることで、 私たちファンも彼らと一緒に成長していきたいと思います。彼らの音楽とメッセージが、さらに多くの人々に届き、世界中で愛されることを願っています。ナンバー・アンダーライン・アイの成功がどのように続くのか、未来はまだ見えないものの、その輝かしい道のりを共に歩んでいくのは何よりもエキサイティングです。彼らの音楽とパフォーマンスは、すでに多くの人々の心をつかんでおり、 これからもその影響力は広がり続けるでしょう。彼らが世界中で注目を集める中で、日本国内のファンもますます誇りに思うようになるでしょう。ナンバー・アンダーライン・アイの成功は、日本の音楽シーンに新たな光をもたらし、多くの若いアーティストにとっても大きな励みとなります。彼らの姿勢と努力は、次世代のアーティストたちにとってのロールモデルとなり、その影響は計り知れません。 特に興味深いのは、彼らの音楽がどのようにして異なる文化や国の壁を越えていくのかという点です。音楽は言語や国境を越えて人々を結びつける力を持っていますが、n ンバーアン Underline I の音楽はその一例です。彼らの曲には普遍的なテーマが含まれており、どの国のリスナーにも共感を呼び起こすことができます。また、彼らが国際的なフェスティバルに出演することで、 他のアーティストたちとも交流し新しいインスピレーションを得る機会が増えるでしょうこれは彼らの音楽がさらに進化し新たなスタイルやアイデアを取り入れる助けとなります音楽業界全体が彼らの影響を受けより豊かで多様なシーンが生まれることが期待されます n o ア i がこれからどのような音楽を作り出しどのようにしてそのメッセージを世界に伝えていくのか その未来を想像すするだけでワクワククします彼らの音楽が持つ力は単なるエンターテインメントを超えて人々に希望や勇気を与えるものです。特に困難な時期や挑戦に直面した時に彼らの音楽が多くの人々にとっての支えとなるでしょう。最後に彼らの未来に向けた夢と希望を共有することで私たちも新しい目標や挑戦に向かって進んでいくことができます。 ナンバーアンダーラインアイがこれからどのような道を歩むのか、その行方を楽しみにしつつ、彼らの成功を祈り続けます。私たちも彼らから学び、日々の生活に活かしていくことができれば、それは大きな喜びとなるでしょう。